この動画ではパワーエレクトロニクスで初期に学習するチョッパ回路についてその動作を学んでいきましょうまず今回使用するボードについて簡単に説明しますこのボードには 12V の直流電源回路素子を接続する4つのソケットそして負荷となる緑と青の LED がありますこの4つのソケットには赤い基板のコイル青い基板のコンデンサー黄色い基板のダイオード 白い基板のスイッチ、そして黒い基板の FET をそれぞれ接続できます。入力電圧と出力電圧はここに表示されます。それでは早速、高圧チョッパー回路を作ってみましょう。高圧チョッパー回路は、入力となる電源、スイッチング素子、ダイオード、コイル、コンデンサー、そして負荷から構成されています。 では実際に高圧チョッパー回路を組み立ててみましょう。まずは白いスイッチ基板を左上のソケットに差し込みます。続いて、ダイオード、コイル、コンデンサーを接続すると高圧チョッパー回路の完成です。では、高圧チョッパー回路の動作を簡単に確認しましょう。高圧チョッパー回路はスイッチを押すと電源からコイルを通して負荷に電力が供給されます。 そしてスイッチを離すと電源は負荷から切り離されますがコイルには電流が蓄積されているため今度はダイオードを通って電流が流れやがてゼロになりますでは実際の回路で動作を確認してみましょう白い基板のスイッチを押すと緑の LED が光り離すと徐々に暗くなりますこのようにこの回路ではスイッチを押している間だけ負荷に電力を供給することができます 続いて今度は小圧チョッパー回路を作ってみましょう。高圧チョッパー回路のスイッチング素子、ダイオード、コイルの3つの回路素子をこのように組み替えることで小圧チョッパー回路を構成することができます。実際に回路を組み替えてみます。これで完成です。ここで小圧チョッパー回路の動作を確認しましょう。 小圧チョッパー回路は、スイッチがオフの状態でも負荷に電力が供給されます。スイッチを押すと、電源がコイルを返して短絡されるため、コイルに流れる電流は徐々に大きくなり、電流が蓄積されていきます。そしてスイッチを離すと、コイルに蓄積された電流が負荷に放出されるため、電源電圧よりも高い電圧を負荷に印加することができます。実際に動作を確認しましょう。 スイッチがオフの状態でも LED は光っていますが、スイッチを押して離した瞬間に LED の光が強くなっているのがわかります。このように、この回路では電源電圧よりも高い電圧を出力することができます。最後に昇降圧チョッパー回路を作ってみましょう。昇圧チョッパー回路の回路素子をこのように組み替えることで昇降圧チョッパー回路を構成できます。ただし、この回路は負荷に逆向きの電圧が印加されるため、 コンデンデサーは逆向きに取り付けます実際に回路を組み替えてみますこれで完成ですここで昇降圧チョッパー回路の動作を確認しましょうスイッチを押すと昇圧チョッパー回路と同様にコイルに電流が蓄積されていきますそしてスイッチを離すとコイルに蓄積された電流はこのような経路で流れるため にには逆向きの電圧が印加されることになります実際に動作を確認しましょう。スイッチを押して離すと先ほどとは違い青の LED が光りました。これは負荷に逆向きの電圧が印加されていることを示しています。以上3つの回路の動作を簡単に学習しました。実際の回路では機械的なスイッチの代わりに FET などの素子が使用されます。 ここでは実際に 20kHz で FET をオン・オフした時の様子を見てみましょう。ボードに取り付けたボリュームで FET のオンとオフのデューティー比を変化させて昇降圧チョッパー回路を動作させるとこのように脈動のない任意の電圧を出力することができます。また FET を用いて高周波でスイッチングすることで回路に使用する素子を小型化することもできます。 これもパワーエレクトロニクスの特徴の一つですね。